人との距離感がやっぱ難しいっていうのもよくあることで人のなパーソナルスペースっていうん、恋人とか家族以外に近づかれると不快な距離っていうのがだいたい体の周りの45センチとか言ってたかなまあだから電車とかでも席が空いてたらさ人との距離って開けたりするやん、まあ、全く知らん人やったら1メートルくらいは開けたいなって思うもんなんよなでこれがマジでないっつか分かんないらしい だから、話すときに、ほんまに恋人の距離まで入ってきて距離が近いみたいな人っておるやんそう。物理的にも心理的にも距離感がバグってて、まあパーソナルスペースにずかずか入ってしまうとかもあるし、その日初めて会った人と仲良くなれそうって思ったら、今日うちに遊びに行こうへんとか言ってしまう。そう、初対面なのに、実は親二人とも殺されてて、とか、実は私、レイプされて、みたいな、とかを言っちゃう。で、こういうのも、パーソナルスペースっていうのは、もう、センチで覚える。確か、1メートルくらい開けた方がいいんだったなって自分で覚えて、 で会ったばっかりの人を家に誘わないっていうのとかはもう覚えていくしかないまずは連絡先交換からてかそもそもなんやけど仲良くなるにしても向こうから言い出してくれるまで待つっていうのが正解らしいこの人と仲良くしたいもっと喋りたいって思っても自分から何々しましょうって言わない街の姿勢でいかないと変な人になる可能性が高い。 向こうから言ってくれたら行くっていうのをする方がいいらしい。まあその人間関係に関しては受け身の方がトラブルが起こんない。で関わっていて、で向こうに嫌がられたり嫌われたりしたことをちゃんと糧にしていく。何がダメだったんだろうって。じゃあ次会う人とか次仲良くなる人にはこれやめようってやっていくこと。でもこれってさ、発達障害じゃなくてもさ、健常者でもそうじゃない なんかまあ中高とかでさそういうなんか誰かに嫌われたりとかしながら俺たちって覚えていったじゃんあこういうこと言うと嫌われるよなとか今ではさ何となくわかるけどさでも最初って子供の時って分からんかったから嫌われながら覚えていったもんやんで発達障害は小さい時は自分でどうしたらいいか分からんかったけんできんかったけど大人になって調べたりできるようになって今やってるってだけやからそれって別に健常者とそんなに変わるものでもないと思う,そうちょっと遅いだけだと思うからまあなんでうちはね手帳持ち多いと思うんですけど手帳持ちだからダメな とかでだけ健常者やって別に最初からできたわけじゃなくて人間関係を結んでいくうちに覚えたことがほとんどか健常者でもできてなくて嫌われとるやついじめられてるやつはみごのやつっておるんよなで,できてないやつ健常者でも別におる発達障害でも空気読んで好かれとる人っておるんよ努力して一個一個な経験して学習してってそっちになりたいよねってだけの話なんよなまあほんま若いうちにやっとくこととか言うかもしれんけど別に年いってやったってやらんよりマシやからその本の人は25から始めて33で大体治ったって言ってたから8年くらいかかるもん 年取ってもも直せるもんだからその自分はこうやからって諦めると悪い人間やねんカスやねん自分は空気とか読めんけん読む気ないです読みませんそれが嫌われんねんな空気読めないからこそいろんなケースを集めてこういう時はこう言ったらいいって勉強しますその上でダメならもうダメやわって考えてほしいねんな健常者もやってることやからな俺は発達障害やから努力しませんわあかんわワイの友達合コンで始めましたら女の子と二次会で脱した時にどさくさに紛れて腰を触ってニヤニヤしてたらその子が終電あるんで 22時前に帰っていかれて泣いてたすごいキモかった <laughs> これもそうやな初めましての女の子と2次会でダーツした時にどさくさに紛れて腰触っていやこれがね1次会で女をその気にさせてもう好きみたいなそういう雰囲気が作れる男だったんですけど絶対そんなんじゃないやんでそれがやで大して仲良くもなってもないような女の子に近づいて腰触ってやでキモすぎやろさすがにすごいキモいな こいつは発達障害ですね。ブスの発達障害の男が発情して二次会のダーツ会場で腰を触ってくる。こんな恐怖があるそりゃ帰るわ。22時なのに終電つって帰るわ。バカで。ほんでブスの発達障害がチンコパンパンにして腰触ってんの終わりやん。